おっす。しんのすけチャンネルをご覧の皆様、こんばんは。ひぞっこの宮ひろです。私はですね、主にしんのすけチャンネルセカンドの方で動画出演をさせていただいてるんですけれども、今回このメインチャンネルの方で新冠番組をさせていただくことになりました。ということでですね、しんのすけの元で2年間にわたる特訓の末、新冠番組がスタートするんですけれども、その番組タイトルとは月曜のみなひろ。月曜のみなひろとは何ぞやとなると思うんですけども、月曜のみなひろとは、ですね、月曜に収録して月曜までに編集し、月曜で憂鬱な皆さんを月曜に収録して月曜までに編集し、月曜で憂鬱なスロッターの皆さんを元気づけるために月曜に配信する番組ということで、月曜のみなひろとそういう番組になっております。でですね、今回実践するでですね、今回実践する機種の方なんですけれども、 SOS 番長ゼロ PC1 ということで、型式まで言いました。OS 番長ゼロですね。私みなひろがですね、1月31日導入以来欠かさず毎日打ち続けてる機種でございますね。今日が6月27日なんですけれども、だいたい150日間ですね、毎日打ち続けてますね。でですね、その約150日間の経験をもとにですね、まだ公開されていない情報であったりとか不明瞭な部分を解明していきたいと思っておりますので、ご視聴の方でよろしくお願いいたします。それでは月曜のみなひろ第1話いってみましょう。マックスベット押せ。はい、それでは月曜のみなひろ第1話打っていきたいと思います。はい、ゼロモードスタートということで始まりました、月曜のみなひろ第1話。早速ゼロゾロで、まずは簡単なゲームフローからですね。番長ゼロはまず右のこのオスポイントを貯めていって、規定ポイント到達でボーナスの抽選を受けると。もしボーナスに当選したならば、ボーナス中にですね、メイン AT である頂ロードを目指していく形となりますね。で、頂ロードに当選しましたってなったら、次は頂チャージというね、オスポイント特化ゾーンでポイントを貯めて、オスポイントをメインに頂ロード、頂チャージとループさせていく感じになります。で、一発目のオスオスガチャ、設定しさは全長した。偶然ということで、ガッパンダー偶数したですね。一応この辺りも解析出ましたね。まあでも個人的にはあまり当てにならない、終日回して奇遇の下に使うかなレベルですね。ゼロモードリセットされていた場合は必ずゼロモードに行きますね。高評値では 50% でボーナスに当選すると。ただこの 50% がなかなか荒れるんで、まあね、ゼロモード最高12スルーしたことありますね。結構打ってるんですけど、逆を言えば12連続で 50% 刺したこともあるんで、もう 50% って思って打つと痛い目見ますね。まあ300ポイント気長に待ちましょう。で、ここで僕の一つのどうやってレバー叩いてるか、結構自分しんのすけの奥義でやったりをいつもの実践でも結構使うんですけど、300ポイントじゃないですか、 50% で当たるじゃないですか。でゼロモード中は青菜の振り分けが優遇されてるんですよ。だから頭の中で青菜をね、こうなんなら青菜毎回目押ししちゃうレベルで、青菜を頭の中に浮かべながら当たれ当たれとイメージしながらレバー叩いてます。いったね。100、104ゲーム、オッケー。104ゲームから朝一の運試し 50% で、この番長ゼロなんですけども、まあね、全長ゲーム数がなかなかね面白いんですよ。この辺もねちょっといろいろ後々お話ししていけたらなと思いますね。外れろ、オッケー。 G
実戦上8割期待度もうもらいましたねこれこれはいつも下手くそな運試しに成功か、引っ張れ前兆が演出が頻発してるんで、これは引っ張り演出頻発前兆、期待度の高い前兆かもしれないですね。約7割はい、特訓と、わ、これはもうこれをいただいたオーケー右から射程プラス共演室、基本的に前兆って予兆特訓対決とあるんですけども、この3つのうち2つでも熱い系が絡めば大体期待度は9割超えです。で今日もねちょっといろいろお話していくんですけれども、大体5つのテーマを1本の動画で5つのテーマから1つを決めてですねお話ししていきたいと思いますので、今日はどのテーマになるか分かりませんはい、たっくんと、あー対決と、これは当たります。青七プリーズ、ありがとうございます。ボヘミアン138ゲーム、オッケー。さあ8割で番長ボーナス、ここ取れないとなか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 ですよ。よし、おっ、あもう頭の中がもうフィーバーフィーバーですフィーバーフィーバー、なんなら自治会ない、いやあるぞこれ一応ね振り分け出てます。あで最初豪鉄からいきますね。毎回最初のオスオスオスは言います。オスオスオス、これ言わないと始まんないよ番長ボーナスは右側のこの男気ポイントを貯めていって、白青黄色緑赤とで虹、虹になれば確定で、色ごとによって後半10ゲームでですね7ぞろいの抽選を行っていると言われています、はい、この解明するのがこの月曜のみなひろなんですけど、番長ボーナス、全然解析が出ておりませんもうね番長ボーナスはもう楽しいところがたくさん、もう話したいことも多すぎてちょっとずつ話していくんですけど、もうね番長ボーナスだけ多分20本いけますねあだっす、あだっす、これ多分2周いったかな、チャンス目、あーオッケー朝一一発青七からのいただきつもいいよー。で番長ゼロ豆知識その1、虹まで上がったんですけども後半ですね、まあ、7ぞろい確定と、後半ゲームでドデカナビが発生した時点で、青7が実戦上確定になります、はい、でこの後はドデカナビが来ることをイメージ、ズドーンと、基本的にバシコン叩いても反応しないんですよ。反応すればもうその時点でもう焦点もう焦点、すでに頭の中もう青7来ていただき入ってもうフィーバーフィーバーですけどね。スタパに消えろ、消えない。ここに青7濃厚のしゃくれるパンダっていうのがあるんですけど、今回5パンダ叩きますね、なしで、ここも厚打ちポイント、普通に押してもいいんですけど、早速言いましょう、赤7をこの枠下あたりに狙って、もし青7が当選していた場合は中段まで滑ってきます。赤7だった場合はリプレイ00という一角が見れますね。いきます、はい、これですねリプレイ00で赤7ぞろい一角になります。 OK、 デフォルト、番長シリーズの中で一番かっこいい、なんならストックまでなしで、いただきロードですけれども純増約 2.7 枚の AT 機となっておりますね。もうこの辺もレア役対応、ゼロぞろいレア役等からいただきチャージを目指していきますね。でゼロぞろい等は 25% 強レア役なら確定と、で4ゲームの前兆
最大4ゲームの前兆を経て、いただきチャージの告知がされます。オッケー。で、いただきチャージ1セット目は超ストック高確率。リプレイリーゼ引けばもうほぼほぼいただきチャージのストックがもらえます。ワンセット10ゲームですね、基本的にいただきチャージは。ここ取るの取らないのでね。オッケー。じゃあ1角出すか。あー出ない。オッケー。1セット目はもう取らないとダメです。実戦上7、8割で1セット目は継続してくれるんで、初回あたりの1セット目です。これで2つ目。4セットごとに鉄拳戦隊クラッシュが来ますね。で、ストックした後はこのナビなしで演出があって発生した時点でストック濃厚と。さあ行くか。一発目のいただきチャージの鉄拳制裁クラッシュからララララライジング。 OK もらった。てっぺんジャーはてっぺんステージ確定で、内部的にチャンスモードにいることが確定しましたね。いただきロード中はモードが2つあって、通常モードとチャンスモードと。でモードは何ぞやと言いますと、ゼロ畑は何ぞやと言いますと、ボーナスのチャンス状態となりますね。まあ鉄拳制裁クラッシュで自分がよく使うミナヒロレバーオン108の奥義とでも言いましょうか、あるんですけど、初回は普通にいただきます。さあ行くぜ。でここでミナヒロの豆知識その2かな。いただきチャージの鉄拳制裁子役ごとによってね、あのライジングの行きたいとか変わってくるんですけど、実戦値約900回から各子役のライジング期待度を算出しました。まずベルライジング期待度 4.5%、 リプレイ 3.3、 ハズレ 4.0、 リーゼ 2.9 のジャクチェ弁当等が961と、強烈役が 100% と。ベルハズレ引きゃ 4-5% ありますね。まあ、結構いけるんですよ。自分あの打ち始めて60回ぐらいライジングしてるんでね、言えましょうか。だからもうベル外れの 5% を引くイメージ。どんな問題。20、30、ライジング3つは、ライジング期待度 60% のシナリオ。かつバシコン叩いてここのサイドのシャッターのランプが反応するんですけど、青黄色赤虹色とね、青ならデフォ、黄色なら30ゲーム長、赤なら50ゲーム長、虹なら確定。これでまず50がないんで、赤虹が出た時点でライジン確定になります。いきますね。黄色かー、絶妙。30ゲーム以上、鉄拳制裁クラッシュ1個は絶対終わるんで。リリゼかー、リリゼは 2.9% で、鉄拳制裁リサーチ、シャッターランプの色でも出してます。黄色ランプは 27% で、ライジングつながってますね。いきましょう。バイブッターその時点で確定。バイブらない、バイブらない、バイブらない。惜しすぎる。いやー朝一からひりつか、いやーわーもう神々。朝一からひりつかしてくれんなお前。おめちゃめちゃ楽しいわ。こんな感じでちょっと鉄拳制裁クラッシュで熱くなれるようにディスセンチを出しておりますんで、よかったら参考にしていただいて、スクショとかしてね。で、チャージ終わり、ボーナス終わりとこにプッシュボタンを押してボイス合成します。それは言わない約束よ。ゼロ型機以降濃厚と、まあゼロ型機背景だったんで移行するのは確定してたんですけども、で100ポイント台であのてっぺんちゃー言ってくれたんで、初期オーラが高い状態からスタートします。でこれが200ポイントごとなので、130が規定ポイントだとするなら、570ポイントのうち200ポイント刻みってなると200、200で内部的に2段階上がってますね。
まあ、あと1回ゼロゾロ引きゃいただき。ゼロ角ゼロゾロにゼロ角。オッケー。で確定した後のゼロゾロとレア役で内部的にボーナスの昇格抽選が行われると。愛のごめんなさい、初めての教育的指導でした。愛の教育的指導は番長2絶頂いっときますか。バシコンなし。番長ゼロ絶頂チャージがあるんですけども、絶頂チャージは BB に当選した時の一部で行われると、自分今まで515回 BB 引いてます。いただき中に絶頂チャージ2回実践時でいうと2ゴロ分の1ですね。大体 0.4%。 そう甘くねえんだよ番長はって言われましたでこれ BB 以上確定と。青7ならラッキー。赤7、さっきは豪鉄で行ったんで今回はシゲルで行きますか。シゲルもね面白いところがたくさんあるんですよ。ポーツシゲルは、まあ、内部的な抽選は同じなんですけども、右側のメーターがなくなってて男の旅マップと、これであのポイントの示唆をしてくれてます。で、シゲル BB 中は白波がチャンスですね。白波が出現した時点で実践上6割でゼロゾロしてくれます。このレバーにくぅこの間がね面白いのがシゲル BB。 黄色で今第3停止離してシボポポポポって言ったと思うんですけど、これ2種類ありまして、第3停止離した時に移動するパターンとマックスベッドを叩いて移動するパターンの2種類があります。で基本的には第3停止離して汽車が動くんですけども、もしマックスベッド叩いて移動した場合は掃除で内部的にもう1段階上の色であることが濃厚になりますね。これ実践上なんですけど、なので今ので第3停止離してマックスベッドで移動してたならば内部的に緑が確定してますね。シポシポ言った後は第3停止で動くのかマックスベッドで動くのかを意識してもらえると楽しく出ますね。ショー CL は第3停止離してからも告知があるので、ほい残念。ファイトデフォルトボーイズ叩きどころチャンス。迷彩ヘリフリーズ、ほい5ゲームで次から終わる可能性あります。おしまいこれでホールドチャンスは獲得できずないかな。ほいでラストポイントに応じてゼロごたきの抽選となし。541枚で最初のいただきはおしまいですね。上出来すぎる、もう自分の中ではこれも超上出来ですよ。さあだから104ゲームから300ポイントの前兆が始まりました。さあ予兆が強かったのでちょっと頼むよ。おいおい、あいただき、特訓中のゼロゾロイは本前兆確定と。マザワはマザワ虫取りは約 60% ですね。さあゼロモノ2連発投資、待てこら。じゃあ次選んでないミサイル行きましょうか。ご覧の通りカウンターがありません。なので
溜まったポイントを見ることはできないので内部的にどんどん溜まっていってますね。今最終ゲームのジャッジで瓦を、いただきの瓦を獲得することができればいただきロードと、ここからね、豪鉄ならパンダ狩りに行くんですけど、ミサエの場合は画面が変わりません。だから気持ちもここで7ゾロで投資足るぜっていう気持ちでね、レバー叩いてもらって、これこのナビの時に中押しか逆押しをすると0ゾロにする場合がありますね。逆押ししてみましょう。今回はせず、これした場合はいただきロード、デフォルト、赤赤、もう一個チェスト、でここでまだ生きてきますよ、ミサイ BB カラルテル実践データ500回からですね、河原はルーレットの河原ごとの期待度を算出しました。ナンバー5番実践上期待度 25%、 108回で27回揃ってます。ぶっちゃけ弱いですね一番期待度の低い振り分けがチャンスチャンス赤虹なんですけど、下から2番目です。なかなかね、なかなか割ったらラッキー、まだまだで、ミサイビービーの場合は割らなかったとしても内部的に潜ってる場合があるんで、ベトタでいて夜背景ならいただき残念ミサイビービーから突破できずと、こんな感じでミサイ BB の瓦の配列によって期待度が変わってくるんですけども、よかったらこれもねスクショしてもらって番長ゼル打つときこの瓦は何パーだったかな、みなひろ調べで、例えばねチャンスチャンス赤赤 69%、 おあちいみたいな感じでね楽しんでもらえたら、ちなみにチャンスチャンス赤赤は公表されてますね、 50% って出てるんですけども、実践上めちゃめちゃ高いですね、7割なので公表値よりもかなり僕個人的には期待できる配列なんじゃないかなと思ってます。さあ、野暮な男だよ、76ゲーム、あ、75ゲームのゼロゾロから300ポイント到達と、はい、特訓と、オッケー、卓球これもらったかな、ゼロボード3連続バシコンデレオ BB 以上、青7もらったかいちなみにですね、今2個目なんですけど、ここで行っても青7が濃厚になります。さあ、マテコラ3ゲーム継続、青七おはいただき以上でですね、ここもあるんですよ、いろいろとね、なんですけど早速説明できますわ。今マテコラはですね、チャクソン、ノリマロ、ミキ、マザワ、青七はいただきが確定すると言いました。あれ、赤七が揃ってますね、次回予告確定です、いきますね、いただきふんど道側だけということでですね、ふんどが出てない状態の次回予告発生は内部的に通常いただきが濃厚になりますね。なのでこれ1回の通常遺体確認と、いやー、説明したいことが目の前で起こると気持ちがいい赤な揃いでした。内部的にストック1個持った状態でいただきスタート、もうテンション上がりまくりでふーって一息つかないとね、もったいない。1ゲーム目で0揃いからチャージと、のチャンスモードした、オッケー、オッケー、チャンス目なら確定でございやす、
ちょ、ちょ、うますぎん、うますぎんか確定。あーもう楽しいね、これもゼロ揃い確定です。お分かりいただけただろうかお分かりいただけただろうか。下パネルが一瞬チカッと点滅したので、初めてのゼッチョあるよあるよあるよ。まあ、ここまでは行く。ここここ、とりあえずここ行っとこう。次継続すれば絶対指導継続あ、青縄です、青縄です。暑すぎんだろうもういや最高やね。バーン、一発ポピューンやりましょうか。一発ポピューンやろう。バーッで、中押しファーストの白ナビはゼロゾロイ濃厚と、隣の台で中ファーストの白ナビゼロゾロイしなかったのを見た気がするんですよ。ただ自分実戦上はもう中ファーストなら確定です。はい、この時点で、7ゾロイが確定しました。で、赤で残り10ゲームあるんで、青7は毎ゲームポイントが内部的に加算されるので7ゾロイ確定と。これのロングなら青7確定とかあります。じゃあ次中押ししてみましょうか。中押しね、まあ確定なんですけど、中押しして常駐弾に7が止まったら、まあ7ゾロイ確定と。赤7もあるし青7もある。もし中下段に2連7が止まった場合はその時点で青7確定になります。次戦場はい、青縄なら上段に揃えますね。ごめんなさい、ごめんなさい、青縄を意識するあまり、まあ、赤縄ですもう何やってんだ俺、もう興奮しすぎてね、青縄狙いすぎちゃった。ピューン、10パーこれで2個。チャンス目、19ゲーム、チャージ確定。うまうま。いや、ストック持った状態はこうやってどれだけストック持った状態で延命できるかですからね。すぐ駆け抜け寄るんでこの台ストックを取ったがゆえの油断です。はい、94まで終了と。まあ上出来でしょう。まあ残りストック3つ取ったやつ全部駆け抜け寄りましたけど2回目の当たりですかね。あの赤7揃いから自治会予告が発生したのは憤怒のオーラがなかったので直撃扱いっていうを説明したんですけれども、その仕組みですね。まあ通常いただきというのは成立役に問わず毎ゲーム行われていると思われます。レバーを叩いた瞬間に通常いただけの抽選、当選した場合はそこから伝承がスタートと。で、通常いただきの抽選を1本の線とします。で、もう1本を、まあ、ポイント関連のボーナスの線とします。2本の線が同時に進行していて、通常いただきの線で通常いただきに当選した場合、もう片方の押すポイントの線は全く別の抽選を行っているので、もちろん同時進行します、ね、内部的にポイントもたまりますしボーナスの抽選も行われます。なので通常いただきの線で通常いただきに当選し、ボーナスの線でボーナスに当選した場合は両方一緒に出てきます。そういうこと。だからボーナスが揃えた時に自治会予告が発生すると。で、その規定ポイント到達でボーナスの前兆中に通常いただきに当選し、ボーナスが当選していなかった場合は演出が強制的に書き換えられて通常いただきだけ出てきます。
もちろんその時はポイントはなくなってます、ね、減ってます。これ逆のパターンあります。通常いただき確認しました、はい、通常いただき走ってます、今全長走ってます。2位今日チリチャンス目、例えば、まあ、ポイント到達しました、規定ポイント、はい、ボーナスの抽選を行われます。当選しましたボーナスに、じゃあ何が出てくるか、ボーナスドロイから自治会予告。なので通常いただきとポイントの抽選は同時進行しますねということが言えます。よっしゃ、257ゲーム、青七だわ。ひごてつさんで BB 中の抽選なんですけども、これも皆広調べですね。基本的に前半パートでポイントを貯めていくんですけども、まあ、薄く前半パートでも Y ゲーム7揃いの抽選を行っているんじゃないかなと。でそれに当選した場合は前半パートで7を狙えで揃うというパターンがありますね。まあ稀ですけど、もちろん成立役に問わずですね、チャンス目だから熱いとかそういうわけではないです。マイゲームベルとかでも、まあ、数パーセントで抽選してるんじゃないかなっていう予想です。でかつ最終ゲームはいわゆるオーラによってたまりましたね、オーラによって7揃いの抽選値が変わってくるんですけど、これも予想ですね。こういくじゃないですか、前半パートが終わる最終ゲームの第3停止でオーラの色によって7揃いの一発抽選をしてるんじゃないかなと踏んでます。これでシゲル BB とかって第3ステージ放つとシュッポッポタイムっていくじゃないですか、超がつくことがあるんですよ。でいわゆるだからその段階でもう7ゾロ当たってますよっていう抽選をしてないとそうはならないはずなんですよね。だから第3停止で一発抽選をしていて、もちろんオーラが高いほど抽選値は良くなる。でかつ後半ゲームをマイゲームオーラによって7揃いの抽選をしてるんじゃないかなっていう、前半パートと前半終わる最終ゲームの一発抽選と後半のマイゲーム抽選の3段階で7揃いの抽選をしてるんじゃないかなという予想ですね。実質駆け抜け315マイル、また偶数した、もう偶数ですね、終了画面通常4、偶数した3、もう偶数です。46挙動です、ね、いわゆる今日はあれですね、主に番長ボーナスの解説をメインに繰り広げていきましょうか。3種類も用意されてるわけですしね、通常じゃ結構ややこしい部分が多いので、また次回おわじ次回。さあ今の時間が12時半と、9時オープンのお店さんなので、まあ普通に回せば1万ゲームは余裕で超えれますね。自分休日朝から番長ゼロ打つときはもうほぼほぼ万ゲーム打つんですけど、積もれなかったときとかはね、移動で万ゲーム回せないときがたまーにありますね。なので今日はちょっと収録でいろいろ準備があったりしたので、もしこの台が高設定なのであれば9000ゲームは回したいところ。対決中のゼロゾロは対決確定と勝利確定。さあ283ゲーム、豪鉄で、あーうーこれも確定じゃないんだよ、チャンスアップなだけで、あ俺リプレイ揃うんですよ、いやらしいわこれこれこれ、あのデカナビが来た場合にあの後半パートならバシコン叩いてドデカに変わるとかあるじゃないですか、これ前半パートも有効です、今回変わらない。前半パートでデカナビからバシコンでドデカに変わった場合はその場合も7揃い濃厚と、これが前半パートでいわゆるマイゲーム7揃いの抽選が行われているがゆえのこの演出、リペート叩いて夜入っているかもしれない、いないんですけど、いないんですけど、チャンスモードからボーナー当選と、そろそろレギュラー来るんじゃない、はい、レギュラーボーナス、まあラッキーラッキーぐらいでいいと思います。ロード
まあまあ走れました、ね、11ゲーム OK OK もらい、まあでもそもそも確定してるんで、やってりゃ引けるよ。 OK 一角出すか、出なかった、まだまだ行くぜ。でここでもあのもうめっちゃ小ネタです、あのどうでもいいけどくすって笑っちゃうポイント。今豪鉄いますね、チャージの画面でなんとメニューボタンを押します。これを繰り返すと、高速で豪鉄を着せ替えできますどうでもいい、どうでもいいけどちょっとやってみてみたいな、どうでもいい小ネタです。ごめんなさい、しょうもないネタでした行きましょう、 うここまでか。最終ゲームはいつも違うレバーで叩いてます。では言わない約束よはゼロ型傾向確定と、まあゼロ型ステージなんで600あるんでね、ここはゼガヒでも黄色、あーラッキーラッキー、これはもう OK、 どうした、あーぶねー、もう緑オーラで外すことがよくあるんです、自分は。あとは何見せ、あ、豪鉄で行きましょう、まだ見せてないのがいっぱいあるんでおいやっちゃってー、デレレレレーデレレー、本音言わせてください、ミサエ選んどきゃよかったさあでも嬉しい重い勝利を掴むまでで、曲変化プラス通したパネショートは、チャージストックですね、 BB 当選時のいただき、 BB 当選時の 3% の2分の1でこの演出が選ばれます。なのでチャージを1個ストップしてます。見せたい演出があるんですけど、これじゃちょっとゼロ揃わないんで、次はミサエ BB 選びましょうか。やったあだまだ油断するんだ、もう一回来たら、あじゃあじゃあ OKOKOK、 じゃあ見せましょう、もう一個あるんで気持ち、いやちょっと待てよ、ドデカナビが頻発してるってことは青菜の期待度が上がってるんで、どこから狙おうっていう楽しみ方があるのが豪鉄。もう一個熱打ちポイント、右リールバーを枠下に狙って、これゼロチェリーゼロで7ぞろい近くになります。ただ何の7が揃ったか分かりませんっていう欠点、だからいろんなところが押せるよっていう感じですね。内部的に7ぞろいです。さあ行きましょう。あでこれで2個です、7ぞろいと下パネショートの1個で2個持ってます。はいと833枚で終了と、まあ上出来っすよね、もう200枚とかで終わるいただきが基本なんで。あ投資17本です、ミサイでいきます、ミサイでいこう、はい赤、あついや確定だ確定だ1200ゲームぶりのいただきロードですね。さあ475ポイント寒い息ですよ。おつつつす、おつつつす、もうさあ、投資29本、本日2回目の天井になります。鉄板じゃー、豪鉄お兄さんできます。よーしはい、でですね、番長ゼロ今 BB 中ですけど、 BB 中のゼロ揃い確率これ出てないんですよ。
公表されていないんですけれども、私みなひろ、調べました。 BB 中のゼロ増確率を、サンプルからね、いろいろ実践データから算出しまして、リプレイとリリースがですね、ゼロゾロに変換されるんですけれども、実践上赤 BB の時はトータル 30% でゼロゾロに変換されると。ゼロゾロイ確率 16.7分の1 と、 BB 中、赤 BB 中はだいたい16分の1でゼロゾロイが来ますと。だからこれを引くイメージでレバーを叩けばいいんじゃないかなという自分の、ね、提案でございますね。ちょっと待て、天井白おらえぞなあ、だからこれが 30% 取れなかったんですよ。リリゼっていうのはゼロゾロに変換される抽選を受けてるので、 30% にこぼれてリリゼの 3ポイント貯まったっていう。 OK 一応アオーラで、これがリプレイのだいたい 28.7% のゼロゾロイ抽選に受かって 16.7 分の1のゼロゾロイが出てきたっていう形ですね。まあ、結構これ参考になるんじゃないかなと思うんで、もしよかったらね、当たってください、お願いしますこれを逆に応用するとですね、ミサイ BB 中リプリリリゼを引いたらだいたい 30% ぐらいでリリゼに変換されるんで、あ、ゼロゾロに変換されるんで、そうですね、まあミサオ BB 中3回リプレイリリーズ引けば1回ぐらいゼロゾロしてるんじゃないかなみたいな期待度をね推測することができます。ちょっと参考にしていただいて、またなんかスクショかなんかしていただければより楽しめるんじゃないかなと思いますね。でも綺麗に天井7駆け抜け、はい、これで天井ボーナス2回ともスルーです。話にならん話にならん、もう話にならん。さあ、はい、やめます理由はもう絶対に2か4なのでもう上が見えないのでやめます。まだ可能性のある台が空いてるんで、ね、そちらの方に移動したいと思います。はい、ということでまだまだ打ちますよ、ライジング引いてませんからはい、ということでですね、この台がですね末尾ゼロで、あまり回されていなかったので朝一200ゲームぐらいでやめられていたので打っていきますと。さあ本日3回目の天井ですね、いってらっしゃいいやー、自分最高1日に5回天井行ったことあるんですけど、まあ、結構やられましたよね、もう素直に。もう絶対いらないよな今の境地ね何の境地っていう。はい、次回行こうかな。頑張りましょう、豪鉄でいきます。もう豪鉄で言わせないと気が済まない。投資が41本で、BB 中のゼロゾロ確率はおそらく設定差がないんじゃないかなと。自分が設定6を打った時の数値も今出してると思うんですけど、まあ、大差ないんですよね。なので BB 中のゼロゾロ確率に設定差はありませんが、まあ、BB 中の一発抽選に設定差があるんじゃないかなという予想です。何か出ろ、ザーララララララ、終了のお知らせ3回目返上ボーナス3連続する、うわー、いたわいたー、今のがいわゆる豪鉄 BB で7ぞろいの一部が隠されましたね。はい、叩きます、10ボタン押しますいや耐えの耐え、いや、このパターンが選ばれるのは目押しをミスった場合か、後告知の振り分けが選択された場合の2つどちらかですね。よーし、行こう。いやー、崖ステージでゼロ引けないとね勝てないんですよこの台。418枚で終了です。豪鉄でいきましょう。
でですね、最初の方に、ね、お話ししたと思うんですけど、BB 中3段階抽選されているんじゃないか説と、もう一つ案がありまして、規定ポイントあるじゃないですか、今青ですけど、これがボーナス当選時にもう内部的に一定ポイント溜まった状態でスタートしてるんじゃないかな説。だから今、はい、緑です。でも高設定ほどもう内部的に一周溜まった状態からスタートしてるってことは、次もう1ポイント貯めることができれば内部的にレインボーの扱いになって、いわゆるそのまま突破率が それによって上がってくるっていう案もあるんですよ。だから一発抽選行われてるんじゃないか説と、内部的にポイントがもう決められてて20ポイントスタートとかがあるの 2パターンが考えられるんですよね、今多分。おそらくですけど、今見てくださってる皆さんもいろんな案があると思うんですけれども、 BB 中はこういう抽選が行われてるんじゃないかなとか予想していただいて打っていったらいいなと思いますね。ちょっと赤オーラ一回外してるんで、外せんよ。だだー、281枚、178ゲームですね。青菜のチャンス、朝一以来ですね。自治会予告以来です。ダメだ。赤7以上は確定してます。さあどうなるか。最後までわからないスタイルでいきましょう。赤7。ミサエですね。おこれね、おこれでゼロゾロにする可能性一応ありますから、しない。いわゆる1ゲーム目で7ゾロに当選していれば、もう1ゲーム目からでもゼロゾロにする可能性がありますから。6回ならない、5回リプレイゼロゾロ引いてるんで、 30% 抽選を5回受けたとすると、まあ、2回ゼロゾロしてたらいいなっていう。弁当はからの7ぞろい当選時は青菜が実践者濃厚となっております。いってらっしゃい。あーいやー、変なのが出た。変なのが出た言うてもうた。チャンスチャンス青、1回当選ゼロ。1回だけ見て一度も当選しておりません。ちなみにですね、公表されている数値では約 40%。 いやー無理でしょ、弁当1回引いたぐらい。あの弁当で青七ぞろいに当選していれば終わりますけど、炎オーラまとってないんで、いきますよ。おっと、あーちょっとガチ泣き、若干うるっときてますね。いや最後まで諦めるなってね、自分のサイドエフェクトが言ってたんでね、これはやるきゃねえよ。エンブレム、いやー感無量、力が抜けましたわ。まあ入れ直そう、レベル2以上。もう嬉しい。嬉しい、嬉しい以外の言葉が出てこない。でも油断すんな、ちゃんと上乗せ戦闘
まあ、北山伊豆1500枚はないと思ってますけど、 あると思うなら頑張って今引こう。結構ポイント貯めれてないですね。ファイト。あかん、なもう一生進まなくなるんでこれやってたら打ちましょう。行きましょう。このライライララライジングの振動がたまらん。油断すんな。もう目標平均 6.5 なんで目標8個、毎ゲーム 3.5 分の1でストック。この間もセグゼロを意識して、ダメだセグが出る。うわー、ふー、ちょ、いや落ち着け。みなひろは残り10ゲームからが本番なんで、こっからね。セグゼロ、うわー、くそ。タイムタイム、ちょっ、 3.5 分の1よ、 3.5 分の1 はいはい、見ないで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 、絶対に見ないで見ないでください、見ないでください。自分ライジングですね、60回やってきました。合計2個で終わったこと一度もないです新番組一発目のライジングにして過去の記録を塗り替えました。2個、2個なので下っ端に消えて始まりのディスタンス聞けません。悲しみ。うわー、もうちょあかんからな。あのこのままいくと、あの冗談抜きで500枚で終わるんで、頼むいやまずいから、もう獲得枚数すら見せられないようになってしまう。このままじゃ、あ、一応ゼロヶ岳はついてきてくれました。ライジング2個で終わらし、1個ストックして61ゲームしか走れなかったっす。解散解散。ホタルの光、はあはあ、はあはあはあ、はい、ということで収録の方終了しました。月曜のみなひろ第1回が終了しましたね。まず玉井の方から、投資が51本2346枚、回収423枚ということで、マイナスの1923枚と、ボコボコにいかれましたね。はい、いや、でも最後のライジングがしびれましたね。いい感じの動画に仕上がったんじゃないかなと思います。はい、でですね、皆さんにもお聞きしたいんですけどもね、番長ボーナス中の抽選方法について、まだ発表されていないんですけど、今日発表した2つの軸以外にもね、何かこういう抽選方法があるんじゃないかなとか、コメントをありましたらですね、どんどん書き込んでいただいて、番長ゼロと機種のわからないところを解明していくのが月曜のみなひろとなっておりますのでね、皆さんからのコメントもどしどしお待ちしておりますということで、今回はこの辺でお開き最後最後まで噛む、これがみなひろです。お開きにしたいと思います。ご視聴のほどありがとうございました。